はい、えそれでは、えっ、ー、と、えー、となん何やったっけえっ、ー、と、あそうか、ジャ,パン <laughs> ジャパンカップとケ h ハンがいきました。<laughs> け結構グデグデ、はい。イクイノックツリバティアイランドに、今日にもう一投誰しようかなって考えてるんですけど、どうでぃすナイトルーダー、スター・ド・ンス、ダーメルクがいますけど、<laughs> スター・ド・ワンス狙いたかのも一番あれかなと思ったんですけど、ちょっといろいろ回避回避してるんで、大事と ここか、外枠やし。タイトルホルーダーはちょっとこの後、有馬記念ぐらい狙おうかなと思ってるか。どドデュース、もう一回、さっきたんですか。うーん、東京24。ダービーはですけどね。うん、微妙ですね。ダノンベルがもう。うん。 イクイノックスが不安、反動動のこの言われてるけど、ダノンベルガンも反動起きそうな気がするな、これ。うん、そうやな、距離ちょっと流すな気するし、の。はい。これ3等目難しいな。え、2等のワイドするこれ。1.3ぐらい。1.3ぐらいだろ。1.4、1.5、1.5。でも多分ガッツリ変わる多分1.3ぐらいあるやろな。 うーん、生まれんで2倍つくつくつく ?2 倍つく ?2 倍か。1、2の生まれ、うん。イクイノックスがハンドル飛ぶことあるんかな ?3 着いや、でも絶対レバティとイクイノックスやんな。うん。いいな、いい枠順したいね、これね。で、ね、ドデュースタイトルだ打うち枠やしね。これはちょっと、 ともだってこれすごいよこれだって11番人気以下、ウィンエアホールク以下はい、190倍、30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 0倍、500倍もってこれんで、これこう、なんとフォワードアゲン514倍これはえぐい。これ <laughs>、これはもうえぐいよこれ。すげえでこれ。500倍が2と言いますからね。2強がおるからね。これだから副勝何倍つくんこれ。副勝やばいんちゃう最後。 うわふふ <laughs> わ !218 倍。トラスト献た期待は218倍作らしい。えっ、ー、と、リバティとイクイノックスの仕方も200倍ぐらいくる、これあ。あとあれか。パンサラッサがどうですかぐらい。ベロン開始。ベラズール。ディープボンド。ディープボンド。ディープボンド。 東京24ってイメージあったっけ走った一回。どっか走ったっけあれも、あれかダービー以来。ダービー走った。ダービー走れない。走ったっけダービー。ダービー走ってるあ、5着。あ、5着やったあれ。あー、コントレイルの時か。コントレイルの5着か。はいはいはい。了解です。うーん。え、ワンチ、え、ディープポンドがここ、あるあるか 前奏京都やった時あれやんね。ちょっと余力は残したもんな。うそうやねんな。前、まあ、もう前奏24で足分かってる仕掛けタイム。そうやねん。ディープボンドか。ワンチャンワンチャン <laughs> ワンチャンここ。まっ、あ、たくわけ分からん。時計勝負なのから、ちょっとキつイキするディープボンドか。 時計、時計ちょっとまた考えるか。時計勝負ね。はい。了解です。あとは、京阪杯は、ルガールが一番人気ぐらい。君はクイーンやけど、えー、これはちょっと湘南伯楽でいきましょうか、ね。意外とおもろいんかな。まあちょっとあれかな。もしかしたら、昇級戦なんで、えー、壁にぶつかるかもしれないんですけど、えっとね、あのー、に、2勝クラスの連勝感で、 えっと、2勝クラス勝ったときか。8番ですね。基本的にこれね、馬群のインコースついて、最後外へ抜け出してから、えー、押し切る競馬。はい。あの、ある意味競馬うまいですね。はい。ロスなく回ってきてんで、バーデバーディカップは休み明け、外枠で8、 7着。えー、テレキュー杯もここら、えー、で、えー、持ち出したんですけど、4着でした。うん、惜しかった。で、道頓堀、外枠で、外外回らされてのいい6着。これもね、えっ、ー、と、こん前だったんですけど、正直、外枠の差やと思ってます。はい。で、ようやく前走ですね。はい、えっ、ー、と、内枠引いて、 でえー、あんまりね、打ちすぎる競馬はどうなのかなと思ったんですけど、これも、えー、打ち枠を多少利用して、こうですね、ババアの2、3列目のバグの中から、えー、直線進路で空いたところで狙いに行くと。はい。これね、バグのままの中を抜け出してきたんで強いなと思って、200通過してか思い出しが良かったんで、ね、結構ね、あの、綺麗な競馬します。伸びる、伸びると思うけどな、ちょっとババア荒れてる時のインコースも強そうなんで。はい。 これはちょっとレベル高いんちゃうかなと思って、時計もね、あの、アれたバーワンの中1分7秒3で締め上げてきたんで。で、今回、えっ、ー、と、計算が別定戦ですけど、一応57やったっけな ?58 は背負わんねやろ中、はい、2周ですけど、あの状態やったらここはチャンスかなと思ってるんでよろしくお願いします。はい、このまましときましょう。はい、以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。